あ,あ皆さんこんばんは。えー、今日はあの、えー、仮面ライダーセイーバー9話についていろいろ語っていこうと思います。まあ結構ね、なんか面白い回やったけどね、なかなか。うん。まあなんて言ってもね、あの、えー、あの、新ライダーがね、出てきたもんあれはほんと画期的やったけどね、すごく。うん。 これは本当画期的すぎやね。うん。まさかあの鍛冶屋の人がね。変身するとも思わんかったけど。うん。 まあ、アーサーの力を超えるべくっていう感じで。まあ一応ね、トーマは、えー、キング・オブ・アーサーの力を手に入れ、まあ8話でね、手に入れたけど、まあ、カジアンの人が言うにはね、アーサーにはとてもつもない力があり、新しいワンダー・ライド・ブックを生み出すことも可能かもしれないとのこと。うん、まあこれはちょっとこういうのはちょっと気になるね、すごく。 一方、カリバーとストリウスは3冊のアウターライドブック、カリバーのジャック,ジャークドラゴン、剣士たちのワンダーライドブックを用いて、アーサーを力を生み出そうと動き出す、えー。ストリウスには5体のアヒルメギドを生み出して街を襲わせる、えー。トーマー・リンタロウ・ケントが到着、ライダーに変身して、 アヒルメギドたちを迎え撃つところが1体だけ透明のアヒルメギドがいるようで見にくい攻撃に苦戦してしまう。でそこに謎の女性が現れて、えー、ノーザンベースではソフィアメイが聖ーたちの戦いを見守っていた、えー、カジアの人は、えー アルケツイとワンダーライドブックを手にノーザンベースを後にするで彼が炎の剣士セイバーですかで入れ替わるように謎の女性リンカが現れる、えー、リンカは笑みを浮かべながら同じくセイバーたちの戦いを見守る で、そこにカリバーが襲来。えー、三人が戦っていると突如、カリバーが襲来してくる。闇の力でブレイズとエスパーダの攻撃を吸収してしまう。カリバーと激突するセイバー。えー、セイバー、なぜ仲間を裏切ったんだカリバー、人は裏切る者、仲間など不要だ。見えているものが真実とは限らない。セイバー、お前は何がしたいんだカリバー、私は絶対的な力を手に入れ、真理を手にする。 でセイバーの火炎剣劣化とカリバーの技が交差、えー、共鳴ずすると先代の炎の剣士とカリバーが戦う様子がセイバーの脳裏によぎる、えー、闇の力で剣士たちの動きを止めるカリバーそのままニードルヘッジホッグと天空のペガサスを奪われてしまう。 で、えー「仮面ライダー」スラッシュガット参上「だいぶが悪いようだ」「ピンチの中剣を持った大掃除がやってくる」「大掃除、えー、私の出番だ」「変身」と「ヘルナンヘンデス・ルーナッツ」と「グレーテル」と「恩重剣」 スズメを用いて仮面ライダースラッシュに変身する。まあこれがこの画像のやつね。うん、これはでもなんかね、すごい派手な感じだったけどね。で、その勢いのまま一体の足踏メギドを撃破する。さらに冷面のロックバンドを装着する。ラッシュ、俺の生かしたサウンドを聞かせてやるぜ。と、普段の人を見しから想像もできないハイテンションで攻撃を畳みかけ、セイバーたちの拘束も解除する。 セイバーはスラッシュからキングオブアーサーを受け取るとドラゴンアーサーにチェンジする。さらにカリバーから奪った左右ジェニーをも装着してセイバークリムゾンドラゴンにチェンジする。その勢いでカリバーとアヒルメギドを圧倒する。ブレイズ・エスパーダも勢いに乗り残りのアヒルメギドを撃破、戦いに勝利する。で、カリバーの正体。これがね、一番だよね。えー まあ本来これなんかケントの親父さんじゃないんかって言われてたけどどうもこれ違うっぽいねなんかまあ「かみなえちゃんさん」とかもなんかそういう動画あげてたけどどうも違うっぽいなんかね噂だとひょっとしたらあのえ主人公の親父さんじゃないんかっていう話やけどねまあこん まあ今週にまあ、次回を見れば、まあ、明らかやろうけどね。うん、でノーザンベースに戻る一同大掃除のテンションも元に戻っていた。トーマは過去の記憶がよみがえり自分と少女もう一人の少年の3人で遊んでいたことを思い出すそしてトーマは仲間たちの物語を書きたいと新しい創作意欲を見出す一方ソフィアはカリバーの元に 向かい,問いかけるソフィアあなたは誰ですか先の戦いの共鳴から何かを感じ取っていたカリバは答えずにソフィアに襲いかかるオガミが割って入ったことでここと泣き終えたその去っていくカリバ彼の正体とは一体まあこれケントのおやじさんじゃないのはもう,もう間違いないけどそうなるとねでもケントのおやじさんどこに行ったんかになるんやけどねどうもこれトーマのおやじさんに。 にほぼ9割方も間違いないかなって感じやけどねどうもうんまあ今回はねなんつうの「梶山大掃除」が6人目の「仮面ライダー」スラッシュに変身したっつうのがすごい良かったけどねまあどうもこの人ね「緒神と並ぶ古株のようでその強さは折り紙付きみたいな感じやけどうん。 まあでも普段からできないハイテンションなんかねほんとすごいハイテーションになって,てねうんまあなかなかでも斬新だったな今回はうんで、えー、醜いヤフィフの子今回のメギドはストリウスが率いる物語醜いヤフィフの子から一た、えー、だけ透明だったのは醜いヤフィの子だったからみたいやねなんかねうんそれで一方でカリバーの招待について 謎うん、まあこれはねもうほぼ隼人っていう,うケン人の親父さんではないみたいで、うん、まあトーマの噂ではーマのお父じさんにもう9割方間違いないんじゃないかなっていう感じだけどねまあちょっと次回を見てみることには分からんけど、うん、まあちょっと楽しみですねセーバーもちょっと本当面白くなってきたねなんかねうん。 と、ま、いうことで、まあえー、ここまでね、見ていただく方、えー、もし、えー、いいと思ったら、えー、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまたです。ごきんよう。